第18章発がん機構の真相第1節私のがんに対する基本的な考え方現在のところがんとは何かという大問題は最新の医学生物学の知見からは明確に解明されているとは言えませんしかし最新の医学生物学とは立場を異にした伝統的な東洋医学的病理観と千島学説から見ると がんと何かという問題に対してある程度の回答を導き出すことができます以下に伝統的な東洋医学的病理観と千島学説から導き出した私のがんに対する個人的見解をまとめてみました A がん細胞とは赤血球から白血球へさらに白血球からそれぞれの組織細胞へ 細胞が分化していく途中で分化が障害された細胞であり目的の組織細胞に分化できないで来損ないの細胞が蓄積して塊を形成した病変であるこれを別の病理学用語で表現すると腸慢性炎症であると表現できるビーガンができる原因は 不健康な生活習慣による肉体的変調と不健康な精神状態による精神的変調が長年継続しその害毒が蓄積したことによる細胞の分化能力の喪失であるよってがんは局所性の疾患ではなく発病した時から全身性の疾患である西洋医学的に言えば甲状性の失調による免疫力の低下 同様医学的に言うと基地の乱れががんの原因である C 手術抗がん剤放射線による西洋医学的がん治療法は一時的にはがん細胞を消滅させることが可能でありがんが小さいうちは有効である場合が多いが根本的ながんの原因に対する治療ではないために一時しのぎの治療であり有効範囲が限られている D 西洋医学でいえば 甲状性の出張による免疫力低下を回復する方法東洋医学で言えば基地の乱れを正す方法こそががんの正当的な治療法である現代医学では発がんとは遺伝子の障害により細胞が突然変異を起こし異常な細胞分裂を起こした状態であると定義していますこの考え方では突然変異などという曖昧な言葉のため がんの原因がはっきりしません突然などいう言葉自体が原因不明であることを意味し非科学的な言葉ですがん遺伝子の活性化による発がんなどともっともらしい理屈を述べてもではその活性化の原因は何ですかと聞かれると大抵は放射線の被曝や発がん物質の体内侵入また大量の喫煙習慣などであるとの答えが返ってきます しかし、そのような原因がはっきり指摘できるのは、特殊な場合に限られていて、大多数のがんの原因は不明です。喫煙が肺がんの原因であると、一般的には宣伝されていますが、かなりのヘビースモーカーでも、肺がんにかからず、長生きする人もいますし、喫煙習慣のない人が、肺がんにかかることもあります。ですから、喫煙は、肺がんの誘因の一つとは言えても、 原因ととは言えないと思い思ます私の臨床医としての経験からもほとんどの患者で発がんの原因は不明としか言えません。このために現代医学はがんとは何らかの原因による細胞の遺伝子の突然変異であるというような曖昧な表現しかできないのです。この結果当然のことながらがんは 初めのうちは局所性の病変であるから、とにかく早く発見して、手術で切り取るか、放射線で焼き殺すか、抗がん剤でがん細胞を殺し尽くせば治るといった程度の治療法しか発想できないのです。がんが転移を起こして、全身性の疾患になった場合は、がんの全身的な治療は抗がん剤しかないから、わずかでもがんが小さくなる可能性があれば。 患者の命の続く限り抗がん剤の投与を続けるしか方法はないといった類の単細胞的な思考しかできないのです。どこが間違っているかといえば千島学説が指摘するように細胞増殖の主流は細胞分裂などではなく腸で作られた赤血球があらゆる細胞に変化していく細胞分化であるという大切な生物学の根本法則を 現代食物から腸で作られた赤血球は白血球に変化し白血球は中間型の細胞を経てそれぞれの細胞に分化していきます食物の質の悪化や局所の循環障害精神的ストレスによる自律神経の乱れなどが起こると細胞が存在している環境条件が悪化します 細胞が存在する環境が悪くなれば、細胞が目的の細胞に変化する能力である細胞分化がうまく行われなくなります。細胞が存在する環境を悪化させる原因は、生活習慣の乱れ、食事の不摂生、喫煙、アルコール、外傷、薬剤の乱用、細菌やウイルスの侵入、放射線、精神的ストレス。 強い電磁波など多くの因子が考えられますこのような悪い条件にさらされると細胞は目的の細胞に変化する生き生きとした力分化能力が低下して中間型の不完全な形態マノのその場所に停滞せざる得なくなり停滞した細胞群が塊を作る状態になりますこの停滞した細胞群の塊が主要なのです健康で 体の抵抗力ないし免疫力が正常ならこのような分化が停滞した障害細胞に対しては急性炎症という形で障害された細胞や組織を排除してしまいますしかし不健康な状態で細胞が存在する条件が悪化していると体の抵抗力ないし免疫力も当然ながら低下した異常な状態になっています体の抵抗力ないし 免疫力が異常な状態では正常な炎症反応を営むことができず異常な炎症反応しか起こせなくなり障害された細胞群を排除できなくなりますそして分化を障害された異常な細胞群がそのまま慢性的に停滞して異常な炎症反応を伴った塊を作る状態になりますこれが発がん内視腫瘍形成と言われる現象の実態です 細胞分化の障害が分化の早期すなわち赤血球から白血球に移るあたりで起こると千島氏が指摘するように赤血球からがん細胞が形成されるような状態を呈することになるのです。